総茂塔から1930年3月10日は、日本の武士、剣術家。久留米藩士、総秀次郎の次男として出生。はじめ左元太あるいは、栄と称した。幼少時より、津田一伝流海祖、津田正幸に入門して、剣を学び、17歳で免許を得る。幕末期には判明により、京都御所主営のために上京。 また来る米では常備隊の反対長を務めた。廃藩後は県を捨て、1886年から1909年までは、地方行政に貢献し、浮羽軍会議員、吉井町町,町,町、椿五村浮羽村組合村長などを歴任した。後年は県に復帰し、1921年9月には、第二本部特会から、県道藩士号を授与され、天覧試合の栄えを受けた。 大日本部特会の試合では、角忠正と中山博道に最も難しい相手だったと言わしめた。また、学校や軍隊などにおいて、剣道の指導に当たった。1923年、東京不在住の長男宅に隠居。1930年3月10日、没、去年83。墓所は、横浜市鶴見区の総持寺にある。築後宗氏は、 武藤助よりの末裔であり、津島藩主、宗氏と同族である。元六年間に、宗正政,政が、久留米藩第四代藩主、有馬頼元に召し抱えられて、武家霊法と武術の指南にあたり、宗家は以後代々久留米藩に仕えた。父の秀次郎も、キューバの術に通じた。兄の小次郎は幕末に、王変態参謀などを務め、維新後は、老い軍など、 各軍の軍長を歴任、管理として、山梨県などに赴任した。妻は、久留米藩市、北村野六の娘房。子は五男一女。長男の生路は、電気、無線電信の研究者であり、東京電気株式会社取締役を務めた後、送電子工業株式会社を創業した。三男の小柳貫行は、京都帝国大学や、第三高等学校で、 剣道師範となった。孫の宋道の尾身は、少林寺憲法の創始者である。ありがとうございます。